嗨，皆さんこんにちは。我 s 这一次的课程是重要句型一百。啊。之前我跟大家分享的是基本句型。好，那这一次的难度稍微难一点，大概 N 四到 N 三左右。啊，那一个句型我会介绍两个例子。好，那大家听的时候如果觉得有一点难，那可以看一下以前的影片，嗯、因为都有详细的说明过。 好，那讲义的话，哎、欸、，PDF 的我放在 YouTube 说明的，大家可以先列印出来开始上课。好，那大家看完觉得有什么意见或者想跟我分享的，欢迎留言给我啊。然后觉得不错的话，也请按赞或者订阅我的频道。好，那我们开始上课。 一、マスケながらテレビを見ながらご飯を食べます。音楽を聴きながら勉強します。音楽を聴きながら勉強します。 「2」「マスケ」「安い」「このペンは書きやすいです」「このペンは書きやすいです」「このスマホは使いやすいです」このスマホは使いやい,では使いやすいですで 三、マスケ、にくい。このペンは書きにくいです。このペンは書きにくいです。このスマホは使いにくいです。このスマホは使いにい,は使いにくいです。四、 マスケ、始めます。食べ始めます。食べ始めます。書き始めます。書き始めます。五マスケ、終わります。 食べ終わります。食べ終わります書き終わります。書き終わります。6マスケ、心地がいい。この椅子は座り心地がいいです。 この椅子は座り心地がいいです。このベッドは寝心地がいいです。このベッドは寝心地がいいです。7マスケ、心地が悪いこの椅子は 座り心地が悪いです。この椅子は座り心地が悪いです。このベッドは寝心地が悪いです。このベッドは寝心地が悪いです。8手形、けください。 窓を開けてください。窓を開けてください。ここに座ってください。ここに座ってください。9、でけ、います。ご飯を食べています。 ご飯を食べています。私は結婚しています。私は結婚しはています中、けもいいですかクーラーをつけてもいいですか クーラーをつけてもいいですかタバコを吸ってもいいですかタバコを吸ってもいいですか ?11、けはいけません。写真を撮ってはいけません。 写真を撮ってはいけません。ここに入ってはいけません。ここに入ってはいけません。十二、から手を洗ってからご飯を食べます。 手を洗ってからご飯を食べます。お風呂に入ってから寝ます。お風呂に入ってから寝ます。13てけしまいます。完了。レポートを書いてしまいます。 レポートを書いてしまいます。部屋を片付けてしまいます。部屋を片付けてしまいます。14、手形、しまいます。いかん。財布を忘れてしまいました。 財布を忘れてしまいました。パソコンが壊れてしまいました。パソコンが壊れてしまいました。15てけあげます使い方を 教えてあげます。使い方を教えてあげます。傘を貸してあげます。傘を貸してあげます。16、てけもらいます。私は田中さんに 日本語を教えてもらいました。私は田中さんに日本語を教えてもらいました。私は鈴木さんに傘を貸してもらいました。私は鈴木さんに傘を貸してもらいました。 17てけくれます田中さんが日本語を教えてくれました田中さんが日本語を教えてくれました鈴木さんが傘を貸してくれました 鈴木さんが傘を貸してくれました18。18、てけ見ませんか食べてみませんか食べてみませんか飲んでみませんか 飲んでみませんかじゅてけ、くれてありがとう。教えてくれてありがとう。教えてくれてありがとう。送ってくれてありがとう。 送ってくれてありがとう。二十、てけ、よかったです。間に合ってよかったです。間に合ってよかったです。鍵が見つかってよかったです。 鍵が見つかってよかったです。21、て嬉しいです。お会いできて嬉しいです。参加できて嬉しいです。 参加できて嬉しいです。22、て,けすみません遅れてすみません。遅れてすみません。昨日は休んですみませんでした。 昨日は休んですみませんでした。23まだ、敵、否定。まだ食べていません。まだ、食べていません。まだ、彼に言っていません。まだ 彼に言っていません。24、てけ自動車、いま,す窓が開い,ています。窓が開いています。テレビが壊れています。 テレビが壊れています。25、内径でください。言わないでください。言わないでください。心配しないでください。心配しないでください。 26内啓なければなりません毎日8時に起きなければなりません毎日8時に起きなければなりません一日3回 薬を飲まなければなりません。一日3回薬を飲まなければなりません。27、内径なくてもいいです。明日は働かなくてもいいです。 明日は働かなくてもいいです。傘は返さなくてもいいです。傘は返さなくてもいいです。二十八、辞書系ことができます。

二十九、辞書形、ことです。私の趣味は本を読むことです。私の趣味は本を読むことです。私の趣味はピアノを弾くことです。私の趣味はピアノを弾くことです。 30辞書形とこの道をまっすぐ行くと銀行がありますこの道をまっすぐ行くと銀行がありますこのボタンを押すと起動します このボタンを押すと起動します。31辞書形前にご飯を食べる前に手を洗います。ご飯を食べる前に手を洗います。寝る前に お風呂に入ります寝る前にお風呂に入ります32竹後でご飯を食べた後で勉強しますご飯を食べた後で勉強します 宿題をした後で遊びに行きます。宿題をした後で遊びに行きます。三十三。竹ことがあります。日本へ行ったことがあります。日本へ行ったことがあります。 私は彼女に会ったことがあります。私は彼女に会ったことがあります。34。たりたりします。休日は本を読んだりテニスをしたりします。 休日は本を読んだりテニスをしたりします。夏休みは旅行したり英語を勉強したりします。夏休みは旅行したり英語を勉強したりします。三十五可能動詞。 私は英語が話せます。私はお酒が飲めます。私はお酒が飲めます。36、意向形。 一緒に遊ぼう一緒に遊ぼう一緒に帰ろう一緒に帰ろう37移行形と思っています。日本へ 留学しようと思っています。日本へ留学しようと思っています。今年結婚しようと思っています。今年結婚しようと思っています。三十八、移行形としたら。

行こうけ、かな。何を食べようかな。なを食べようかなどこへ行こうかな。どこへ行こうかな。四十。40 禁止系。ゴミを捨てるな。ゴミを捨てるな。写真を撮るな。写真を撮るな。四十一。命令系。お金を出せ。 お金を出せ。今すぐ来い。今すぐ来い。四十二、辞書形、内形、つもりです。日本へ行くつもりです。 日本へ行かないつもりです。日本へ行かないつもりです。43竹、内径、ほうがいい。野菜は食べたほうがいいですよ。 タバコは吸わない方がいいですよタバコは吸わない方がいいですよ44てけないけでほしいです明日、雨が降ってほしいです明日、雨が降ってほしいです 明日、雨が降らないでほしいです。明日、雨が降らないでほしいです。四十五、辞書形、内形、ようにしています。毎日、運動するようにしています。 毎日運動するようにしています。最近お酒を飲まないようにしています。最近、お酒を飲ままないいようにしています。46、辞書形、名詞の旅に。 彼の歌を聴くたびに涙が出ます彼の歌を聴くたびに涙が出ます誕生日のたびに彼女はプレゼントをくれます誕生日のたびに彼女はプレゼントをくれます 四十七普通形と思います明日、雨が降ると思います明日、雨が降ると思います彼は来ないと思います彼は来ないと思います 四十八どんなに、ても、どんなに安くても買いません。どんなに安くても買いません。んどなにに頑張っても間合いません。どんなに頑張っても間に合いません。 四十九。しか。今財布に百円しかありません。今財布に百円しかありません。一回しか日本へ行ったことがありません。一回しか日本へ行ったことがありません。 50条件形、辞書形ほど、音安ければ安いほどいいです。安ければ安いほどいいです。この問題は考えれば考えるほどわからない。この問題は 考えれば考えるほどわからない。51一度たら忘れられない。神戸の夜景は一度見たら忘れられない。神戸の夜景は一度見たら忘れられない。あの本は 一度読んだら忘れられない。あの本は一度読んだら忘れられない。52、さすがです。さすが田中さんです。さすが田中さんです。さすが部長です。 さすが部長です。53、そうです。伝文。このケーキ、おいしいそうですよ。このケーキ、おいしいそうですよ。明日は雨が降るそうです。明日は雨が降るそうです。 54、そうです、水量。このケーキ、美味しそうですね。このケーキ、美味しそうですね。雨が降りそうです。雨が降りそうです 十五、ふりをします。知らないふりをします。知らないふりをします。日本人のふりをします。日本人のふりをします。十六。 久しぶりに、動詞過去形。久しぶりに日本へ行きました。久しぶりに日本へ行きました。久しぶりに彼女に会いました。久しぶりに彼女に会いました。57 長い間、てけいません。長い間、日本へ行っていません。長い間、日本へ行っていません。長い間、彼女に会っていません。 58見えます、聞こえますここから海が見えますここから海が見えます隣の部屋からピアノの音が聞こえます隣の部屋からピアノの音が聞こえます59 見られます。聞けます。可能同士。この公園は春になると桜が見られます。ダウンロードすれば音楽が聞けます。 ダウンロードすれば音楽が聞けます60辞書系しかないバスが来ないから歩いて帰るしかないバスが来ないから歩いて帰るしかない誰もいないから 自分でするしかない。誰もいないから自分でするしかない。六十一。普通形とは限らない。努力しても成功するとは限らない。 努力しても成功するとは限らない。約束はしたけど彼女が来るとは限りません。約束はしたけど彼女が来るとは限りません。62名詞向けの これは初心者向けの教科書です。これは初心者向けの教科書です。このサイトは外国人向けのサイトです。このサイトは外国人向けのサイトです。六十三うちに。 熱いうちに食べてください熱いうちに食べてくださいまだ電車があるうちに帰ろうまだ電車があるうちに帰ろう64名詞にしては この値段にしては美味しいです。この値段にしては美味しいです。彼にしては頑張ったと思います。彼にしては頑張ったと思います。六十五何度定型

66もう二度と否定形もう二度としませんもう二度としませんこの店にはもう二度と来ませんこの店にはもう二度と来ません 67なかなか動詞否定バスがなかなか来ませんバスがなかなか来ません日本語がなかなか上達しません日本語がなかなか上達しません 68。涙が出るくらい。涙が出るくらい嬉しいです。涙が出るくらい嬉しいです。このキムチは涙が出るくらい辛いです。このキムチは涙が出るくらい辛いです。 六十九。味、匂い、音がします。このパンはコーヒーの味がします。このパンはコーヒーの味がします。この部屋はタバコの匂いがします。この部屋はタバコの匂いがします。 70もう少しでもう少しでつきますもう少しでつきますもう少しで終わりますもう少しで終わります71辞書形ところ 今、出かけるところです。今、出かけるところです。今から昼ごはんを食べるところです。今から昼ごはんを食べるところです。72、てけいるところ。 今、朝ごはんを食べているところです。今、朝ごはんを食べているところです。今、宿題をしているところです。今、宿題をしているところです。です73、竹、ところ ご飯を食べたところです。ご飯を食べたところです。家に着いたところです。家に着いたところです。です74。竹。ばかり。 ご飯を食べたばかりです。ご飯を食べたばかりです。さっき起きたばかりです。さっき起きたばかりです。七十五。いつの間にか。 いつの間にか寝てししまいましたいしいましたいつの間にか日本語が上達していました。76。 あっという間に、あっという間に一年が経ちました。あっという間に一年が経ちました。あっという間に三十歳にになっった。あという間三十歳になった。

78今ではこのお店は今では人気がありませんこのお店は今では人気がありませんこのアニメは今では人気がありませんこのアニメは今では人気がありません

マスケ形容詞過ぎます昨日はお酒を飲みすぎました昨日はお酒を飲みすぎましたこのジュースは甘すぎますこのジュースは甘すぎます81マスケ たくても、可能同士、否定。お金がないので、買いたくても買えません。お金がないので、買いたくても買えません。休みがないので、会いたくても会えません。休みがないので、会いたくても会えません。 82ないけい、内径なければよかった。行かなければよかったです。行かなければよかったです。言わなければよかったです。言わなければよかったです。 83. なしでは、可能同士否定。コーヒーヒはは砂糖なしでは飲めませんコーヒーは砂糖なしでは飲めません。台湾の夏はクーラーなしでは過ごせません。 台湾の夏はクーラーなしでは過ごせません。八十四。思っていた通り。私が思っていた通り、美味しかったです。私が思っていた通り、美味しかったです。 桜は,桜は私が思っていた通りきれいでした。85思っていたより私が思っていたより安かったです。 私が思っていたより安かったです。テストは私が思っていたより簡単でした。テストは私が思っていたたより簡単でした86思っていたほど否定 私が思っていたほど高くなかった。私が思っていたほど高くなかった。テストは私が思っていたほど難しくありませんでした。テストは私が思っていたほど難しくありませんでした。 八十七、辞書形のに、名詞に、ちょうどいい。このカバンは旅行へ行くのにちょうどいいです。このカバンは旅行へ行くのにちょうどいいです。この料理はおつまみにちょうどいいです。 この料理はおつまみにちょうどいいです。88マスケ、切る彼は42キロを走り切った彼は一気にビールを飲み切った 彼は一気にビールを飲み切った。89に寄ります。コンビニに寄ってから会社へ行きます。コンビニに寄ってから会社へ行きます。本屋に寄ってから空港へ行きましょう。 本屋に寄ってから空港へ行きましょう。90、もう少しで、ところでした。もう少しで遅れるところだった。 もう少しで死ぬところだった。もう少しで死ぬところだった。九十一。の。おかげで。彼のおかげで成功しました。彼のおかげで成功しました。 先生のおかげで大学に合格しました。先生のおかげで大学に合格しました。92のせいで彼のせいで失敗しました。 彼のせいで先生に怒られました。彼のせいで先生に怒られました 93. まさか普通系とは思わなかった。まさか雨が降るとは思わなかった。 まさか雨が降るとは思わなかった。まさかこんなに遠いとは思わなかった。まさかこんなに遠いとは思わなかった。94、普通系と思っていました。てっきり彼女は来ないと思っていました。 てっきり彼女は来ないと思っていました。てっきり今日は雨だと思っていました。ててっっきり今日は雨だと思っていました95、名宿に興味があります。 私は日本語に興味があります。私は日本語に興味があります。私は食べることに興味があります。私は食べることに興味があります。96、マス形、名詞に来ました。 旅行に来ました。旅行に来ました。遊びに来ました。遊びに来ました。97、名詞になると。春になると桜が咲きます。 春になると桜が咲きます。テストの日になるとお腹が痛くなります。テストの日になるとお腹が痛くなります。98によって違います。考え方は 人によって違います。考え方は人によって違います。値段はお店によって違います。値段はお店によって違います。99普通形気がします。 明日は雨が降る気がします明日は雨が降る気がします田中さんは来ない気がします田中さんは来ない気がします訳、辞書形、のにかかります